こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は FBA 納品先が1商品だけ分かれてしまった場合ですね。この対応についてです。ほとんどの場合ですね、オーバーサイズというケースが多いです。まあ、サイズがね、大きいと。で、オーバーサイズかどうか確認するためには、このビューシップメンツをですね、クリックしてください。そうすると、その商品内容が出てきて、まあ、商品のところにね、オーバーサイズと書いてあれば、オーバーサイズだからこの1商品だけ分かれてます。でね、オーバーサイズの基準っていうのはこの、45.7センチ、20.3センチ、35.6センチというサイズでね、一番短い辺が20.3センチを超えてると、オーバーサイズになるんで、割とこのパターンが多いです。まあ、基準はね、このリンク先でまた見てください。で、分かれた時の対応方法なんですけど、ケースバイケースです。まず間違えてオーバーサイズになってる時はですね、まあ、間違えてますと、Amazon に言っても修正されませんので、カタログ作っちゃった方が早いと。で、他、まあ、儲かんない商品だったら日本で売っちゃうとかね、返品するとかいう手もありますし、オーバーサイズだけどね、儲かる商品だったら、まあ、1個のまま送っちゃうか、あるいは箱に入るなら、似たような商品が何個かね、2、3個、あるいは5、6個かもしれないですけど、まとまるまで、待つか。これはケースバイケースなんで、またご質問ください。FBA 納品先を1つにまとめる設定してもですね、このオーバーサイズで、1個だけ分かれるというケースが大半なんで、分かれた場合はチェックしてみてください。もちろん、どうやってチェックするのか分かんないとかね、どうやって、やればいいのかなという場合はお気軽に質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。